校舎と元町高層アパート広島市立、元町小学校は、広島市中区元町にある公立小学校。広島市中心部の元町に位置し、創設以来、韓国籍、朝鮮籍の児童が多く在籍している。近隣の公営住宅に住む児童が多く、中国残留孤児の家族が多く住み着いた地域にある。また、日本への留学生の子女も多く通い。 全校児童の3割以上が帰国、入国児童となっており、中国人児童が最も多く通う小学校となっている。近年は住民の高齢化が進んできており、市内の小学校にもかかわらず児童数が少ない。元町小学校の学区は全域が広島市立のぼ町中学校の学区に入るため、公立中学校に進学する際は上町中学校になる。 本校には被爆絵の木の像が置かれており、世界各地から修学旅行生や留学生などが平和学習のために訪れる。現在、広島市の方針で児童数の少ない小学校を近隣校へ統合する計画案があり、本校も広島市立白島小学校への統合計画が持ち上がっているが、地域住民及び卒業生は統廃合に強く反発している。 広島への原子爆弾投下がされた際に、広島第二陸軍病院の庭にあった被爆絵の木を守る運動を1979年から始めた。1984年の台風10号で枝が折れるなど、傷んだえの木は、翌1985年芽吹いたが、1989年、故死し,し、同年2世となる樹木が植樹された。1996年には、 被爆絵の木の像が作成されている。1982年、1984年から1989年まで、発明協会から、児童生徒発明工夫展学校賞を受賞。中国帰国子女教育研究校に、文部省より、平成3年度から平成10年度まで指定を受けるなど、国際理解教育を行っており、2008年度には、 7カ国から来た児童が学んでいた。1994年に白宝堂から国際理解教育部門で白宝賞を受賞。2006年には日本ユネスコ協会から学校部門の奨励賞を受賞している。ありがとうございます。